まず私から、はい、ウェズ、イエーイ、みんな大好きウェズ。ウェズ最高ですね。あの美青年後ろに乗っけてるし、ね、ゴールデンユース。ウェズは何がいいって、もう常にケツが出てるっていうのがいいですよ本当にやっぱり子供の時に本当に度肝を抜かれたんです。ケツが出てる、うん、あれだけその完全武装してケツが出てるって、あのそんな人だってドクタースランプに出てきたバイクから降りると死ぬやつがいるんです何それ。フルフェイスのヘルメットかぶってレザーの上下着てるん でずっと爆走してるんですけど、降りると死ぬからでプリプリってうんこして走りながら、そいつかウェズですよそれぐらいのやっぱ異常性が。でもやっぱね、2のそのムードっていうか最初にバーンって作るのはやっぱウェズですもんね。ウェズです、やべえっていうさ、マックスとこうちょっと離れたところで睨み合いするじゃない、うん、あそこでさあ、こいつ関わり合いにならない方がいいやっていうそうなんですよ。 しかもなんか常に感極まってるし、そう、あの感情的なんですよねそうね、いつも感極まってるねあとは僕が好きなのはやっぱこの、うん、女選手いいですね、はいはい、ウォリアーウーマンって名前でしたっけね、この人は、うん、マックスのこと全然信じてくれないから、ね、そうでもなんかその主人公と恋仲になるわけではない、うん、そうそう、そのかっこいい女性キャラってね、うん、そうなんですよ。で、6人喋りもせずで、まあ、戦ってあっという間に死んじゃうんですよね。まあまあ、あの前線はしましたけど、そんなに見せ場もなく、そうそうそう、なんですよね、あけなく死んでしまうっていうところに、うん、まあ、でもこれが結局フィルヨードのヒットバーの女たちの原型なんだよね、これがおそらく、まあ、フィルヨーさんもあるかもしれない、うん、そうで、やっぱりそのもう一人ね、その後につながる強い女、怖い女っていうことで言えば、やっぱアンティ、私が作った場所だ、そうです、アンティエンティティ、はい、存在おばさん、やっぱ皮肉的なあれですかね、ちょっとシャーマン的なもも、はいはい、あそこでのし上がるってどうやったのと思ってさ、もうマジ作ったって言ってますからね、うん、ここをマジにするって決めたんですよ、ね、あのさ暴力的な旦那がいてさでそいつが最初仕切ってたのを殺したから、そのティナ・ターナー その実人生の感じでさ、暴力的な旦那いたけどそいつを越してボスになったみたいなことかな、はい、みたいな、かもしれない。でも今見るとすごい可愛らしいですよね。昔見た時は怖いおばはんだなと思ったんですけど、うんうん、今見ると若いティナ、今の俺たちより若いから、そうそうそう、今ティナターの若いし可愛いなと思ってあとやっぱその最後甘々かっていう、人最後甘々ですよ、うん、悪い人なのかいい人なのか、最終的に本当に、はい、本当にええと思って、それはそれでありだろう、そもそもあのレールに何のために引いてんの、分かんないよいや、あれはあれの方がかっこいい